Hello, everybody. This is George Cockle right here on Lazy Days. 今日の勝手に連動企画は、俺が用意してないから、知り合いを連れてきました。And here is Mr. Toshiro Izawa, Surfers Journal の編集長です。そう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 。And 今日は？今日はね、だから、まあ、いつもジョージがヒット曲中心にいろいろとこう紹介してくれてるんで、この番組で。ジョージが絶対に書けない。音源なんで洋楽なのに日本でしかこんなに知られてないのかっていう本当だよもう、まあ、そういうのを、ねね、ちょっと持ってきたんでいろいろ紹介してかけてもらおうかななんて思ってこういうレコード欲しい人は日本来て買わないと中古屋さんアメリカないからきっとないんだよねAnyway, here we go!じゃあまずこれからじゃあまず何からやりましょうか回ってるもんあ回ってるよジョン・サイモンまずね名盤の誉れ高いジョン・サイモン、うん、ジョン・サイモンどういう人かっていうと、まあ、この人はコロンビアレコードのねプロデューサーディレクターあとジャズ中心にミュージシャンとして、まあ、60年代から活躍してる人ですけど一番まあ有名になったのは有名じゃないけど、うん、全然有名ではないんだけどザ・バンドのプロデュースをやったことで名前が売れましたよね彼プロデュースだったのあれ俺ホーンアレンジメントだと思ったの、うん、ホーンアレンジはアレントゥーさんですジョン・サイモンは一応そのエンジニアと、まあ、プロデュースディレクターっていうような立場でレコーディングに詳しかったからだから僕たちはバンドのレコード持っててプロデューサーの名前で入っててあそうって感じでレコードを買おうとは思わなかったね、うんところがやっぱりなんていうのかな日本はレコードでどこでレコーディングしたかとか誰がプロデュースしたかとかそういうことをね好きだもんね、まあ、本当に好きなねやっぱりリスナーがいっぱいいたんですよ、まあ、特に渋谷を中心にあっちの方ね、うん、でまあその中で、まあ、このジョン・サイモンが初めてこのソロアルバムを出した時にこれは大変なレコードが出たっつって大騒ぎしてたとそれでみんな買いに行ったのいやいやまあ、人知れずのレコードなんで、うん、みんなが買いに行ったっていうかであっという間に売れちゃったでしょそしたら売り切れちゃったじゃんそしたらね、まあ、何年か経ってから日本のワーナーが名盤復活シリーズっつってこういう全く売れてないこういう名盤復活シリーズ言えば名盤だから顔しているかもしれないそう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 一曲なんか、うん、すごくいい曲が一曲だけっていうと語弊があるけどあって、まあ、レインソングというバラードがあるんで、はい、それを今日はかけてみましょうかはい、レインソング by John Simon Been some time since I've seen the sunshine fall from the sky そしてそろそろ俺これ好きなアルバムだっていうの出てこなくちゃダメだないや、これはね、僕は結構聞きましたねこれは日本では売れたよねこれ、まあ、売れたというかこれもね実はロビー・ロバートソンがプロデュースしたアルバムでそれでロビーがプロデュースするだけでも話題になる、ね、話題になっちゃう当時の渋谷じゃね、うんうんうん、まあ一般のリスナーはロビー・ロバートソンなんか誰みたいな感じだったんで、うんうん、ただ音楽好きな人はロックが好きな人はやっぱりロビー・ロバートソンがやっぱりプロデュースとなるとね黙っていられないというか、うんうんうん、とにかく買おうみたいな感じで買ってましたハース・マルチネスという人で、LA だよね、この人はね。LA でずっといわゆるストリートミュージシャンとかをやってた人で、それを聞いたロビーが、ちょうどその頃南十字星をレコーディングで、ザ・バンドは、LA にずっとステイしてたんですね。で、そこでこのハース・マルチネスと出会って、で、彼をプロデュースすると。でなんでね、これ日本で売れたのかっていうとね1曲目だと思う、俺は、理由はアーティケードラドンあれはどっちかというとボサノバのリズムで、うん、それでロビー・ロバソンがすごくおしゃれなアコースティックソロを披露してるんですけどすごくこうメジャーセブンスを中心とした心地よい歌詞はもうめちゃくちゃ UFO の話でなんだかよくわけのわかんない歌詞なんだけどジャズっぽいよねジャズっぽい、ね、で曲が当時やっぱり AOR がすごくこう流行ってたじゃないですか、うんうん、で日本でもいわゆる今ジョージが今大好きなシティポップなんかがこう登場しだした頃で大好きな
おいおいおい、まあそれで多分ね、そういった時勢にものすごくこうフィットしたんじゃないかなっていう、うん、まあこれはすごく聴きやすいアルバムなんで、うん、ぜひ。じゃあやっぱりあれですかね、オーツゲーズアローンでしょう。はい、行きましょう。ヘルス・マーティネス。 It came, it came like a thief. Next one。 はい、これはねボビー・チャールズという、まあ、この人もねファンの多い人でした。多いよね。で、まあ、この人はニューオーリンズ出身のシンガーソングライターで、結構あのスマッシュヒットなんかも割とこう書いてる人です。ただちょうど70年代前後で、やっぱりウッドストックに、まあ、隠遁生活、うん、あそこのニューヨークの郊外のあの田舎の町に、引っ越して、でそこで音楽活動をやっていく中でザ・バンドのメンバーだとかボブ・ディランだとかと交流しながら、音楽活動をやってました。ウッドストックってみんなフェスのこと思っちゃうけど、ウッドストックって村があって、うん、そこにみんないたんだよね。あのロスのローラルキャニオンみたいなもんだよね。そうだね。行ったことある？ない。行きたかったんだよね。うん、ね、昔あんな暇で、撮影の時に暇だったから行けばよかったね。暇じゃねえよ。撮影の時。いや君は暇だったんだね。ですからまあこのアルバムもウッドストックの仲間でリック・ダンコだとかエイモス・ギャレットだとか、そういう、あとドクタージョンも入ってる、マック・レベナック、まあそういう素晴らしい、この人が超えることを買うだなってやっと分かってきたよね。これも、プロデューサーは、リック・ダンコとジョン・サイモンがあのボビー・チャールズを助ける形で繋がってる、繋がってる。あの当時だからウッドストックの音楽文化っていうのはまた西と違って、ウエストコーストと違って、すごくそのベアーズビルっていうスタジオ、うん、レーベルを中心に、で西海岸と比べると、これは俺の、まあ、非常に感覚的な感じだけども、なんか頭を使ったというか、ちょっと知的な香りがするような、うん、そんな感じですね。ニュアンス爽やかな、ヤシの木って青空がないけど、ない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 、そんなあれでした、レコードです。じゃあこれはもうやっぱりボビー・シャールズのスモールタウントークですね。 Yes, let's do it。 はい、 It's all small town talk. You know how people are。はい、ああ、キャレン・ダウトン。はい、これもまあ、同じくウッドストックの人脈になりますね。この人もドラッグで亡くなっちゃったんだっけ。これ死にましたね。プロデュースはこれはハーベイ・ブルックスっていう、知ってるでしょ。ベースです。そう、ベーシストで、やっぱりそうだね、あのアル・クーパーなんかとよくやってた人ですけどね、うんうん、これは僕はものすごくいいアルバムだと思う。声がさすごいよね。あの不思議だから、嫌だっていう人いるかもしれない。なんかバフィメイドセントマリーみたいなさ、あの綺麗な声では決してなくて、うんうん、まあもう酒焼けしたというか、ものすごくハスキーな声で、ね、ちょっともう本当にブルーな、うんうん、あの歌詞の、ね、バラードというかを歌ってます。ね、でもソングライターじゃないんだよね、ボーカリストなんだよね。そうですね、あの人の曲結構やってる、ポール・バターフィールドだとか、うん、あとはバンドの曲だとか、うん、人の曲ですねこの人、うん、ただギターを持って、一応あのグリーチビレッジでずっとフォークでライブやってた人なんだよね。でもすごいなんか独特の声で、綺麗じゃないけどかっこいい、ね、すごくかっこいいです。だからこれはちょっとぜひ、確かね、これと2枚しかアルバム出してない、うん、もう死んじゃうんだよ、うん、亡くなっちゃったんですよ、うん、今後はどうですか、なんかそうドラッグのやりすぎっていうか OD で死んじゃってますね、うん、これはぜひ聴いていただきたいと思います。あ、そう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 、リチャード・マニュエルのインナーステーション、うん、これをかけた方がいい。そうだな、うん、バンドのカバーです。はい、 It's in the station by Karen Dalton。そして、はい、どうぞ。これはシェールだけど、僕シェールならもういくつか持ってるけど、これがちょっと俺一番聞きづらいんだよね。なんでこれ持ってきたかっていうと、後年スワンパーズと呼ばれる、まあ、バックミュージシャンたち、うん、の、本拠地だったスタジオの初めて出した、レコーディングして出したアルバムがこれです。でシェールも、これ旦那さん、ソニー、ね、ソニーボノ、
あとですけど、サリエンシエールだったんだけど、あとで別れてから政治家になったんだよね。で議員だってずっと。ほいでスキーの事故で木にぶつかって亡くなっちゃったんだよ。あ、そうだよね、確かね。うん、でシェールはもうご存知のように今78歳か、うん、ものすごくまだガンガン言ってますよ。なんだけどももう今も未だにセクシーアイコンでやってるっていうんで、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ彼女が結構スタンダードなロックだとか、ポップスの曲をこのアルバムの中で作ってます。スプリングフィールドもカバーしてるよね、バポー。してます、してます。だからすごくこれはこれで、いい、レゴですね。これってあれだよね、タイトルが3614ジャクソンハイウェイっていう、そのスタジオの住所だから。そうです。それほどあのスタジオのことをやっぱり買ってたんでね。うん、だから、まあ、ここに映ってるこのジェリー・ウェクスラーっていうアトランティック の、うん、名物プロデューサーですね。彼があのフェームスタジオで当時リックホール、リックホール、リックホールがやってた、フェームスタジオで活躍してたミュージシャンたちを全部ごっそり盗んじゃった。金出すからお前スタジオやれよみたいな感じでやったのがこのマッスルショールズサウンドスタジオ。まあ、当初はリックホールってすごい喧嘩っ早い人なんでね、アレサ・フランクリンの旦那と大喧嘩したので有名な人だから ね相当怒ったらしいですけども、結局共存共栄で、マッスルショールズっていうのはアメリカのポップスミュージック のすごい、田舎町なのにすごい中心地になっていくわけですね。タニア・タッカーの最初のアルバムのレコーディングもマッスル。タニア・タッカー知らないからみんな。有名なところではストーンズ、ポール・サイモン、まあ、あとロド・シュアート、まあ、そういうメジャーな人たちもここで、ステッキ・フィンガーズはここでレコーディングされたので有名ですね。まあそんな感じで、建物もすごいいい歴史があるんだよ、これ。そう、火葬場、火葬場火葬場でスタジオ、日本ってよくスタジオにお化け出るってね、噂がたくさんだけど、この火葬場だったら絶対出るよね。でミュージシャンってさ、夜中ずっとやるじゃん、たくさん見てんじゃない、そういう話出てこないの。ね、読んだことないんですよ。日本のスタジオでいつもお化け出るじゃん。ありそうだよね、本当。まあだからマッスルショールズはちょっと僕は一度行きたい、行きたかった、まあ、まだ博物館に今なってますけどね、行きたかったスタジオですね。でこの頃はマッスルショールズサウンドスタジオをはじめ、それこそビッグホールのフェイム、それからあそこマイアミに行くとあれがあったじゃないですか、クライテリア、でそれがもう全部アトランティックのジェリー・ウェクスラーの肝入りで、南部にこういうスタジオがミュージシャン付きで立ってましたね。ミュージシャン付きでスタジオの音ってあったじゃん。あったんだよ、それが面白い。日本の場合はスタジオいろんな人が来ていろんな人が自分たちの音にしてたじゃん、きっと向こうはこのハウスセッションマンだからそこに住んでるみたいなんだよね、そのミュージシャンたちがね、だからいずれなんかこの連動企画でも例えばマッスルショールズ特集とかやってもいいかもしれないですね。まあ、そうだね、マッスルショールズ特集できますね。また出たがるんじゃない。出たがってないよ。俺はもういつもマッスルショールズや、あとクライテリアもあるし、クライテリアっていうのはジム・ディッキンソンっていう人が、この人がストーンズにいろいろとキースに影響を与えたともよく言われてるし。 Tonight I'll be staying here with you. It's Cher. I don't need them anymore, cause tonight I'll beWith you. 最後、まあ今結局マッスルショールズが出てきたんで、これはもうこれ見てくださいね、これサイン付きですけど、これもカット版ですけど、これもまたアメリカで売れなかったから返されてカットされて安く売ってたんでね、こういうのアメリカの中古レコード屋行くと2ドルぐらいのレコードですね。これも確か980円だったかな、日本でも。これで彼の一番最後の最近のアルバムも車で映ってるんだよね。そうだね、まあこれ断片です、はい、まあ断片はね、知る人とする、ジョージも、断片は俺は結構好きですよ。いやだけど、断片初来日の時にインタビューした時にって断片知らなかったよね。知ってたよ。いや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 、まあ断片です。で断片はどちらかというとメンフィスの、あそこアメリカンスタジオ周りの人ですね。だからプレスリーのアルバムなんかにもセッションで参加してて、そういうやっぱり南部 の、ソングライターとして
あのすごく活躍した人ですね。アレサ・フランクリンとかで、僕初めて彼インタビューした時に初めてビートルズ嫌いのミュージシャンってあったの。この人ビートルズ嫌いだった。嫌だったもんね。ビートルズ嫌いってはっきり言ってたもんね。なぜかというとビートルズが来たらこういうソングライターじゃなくてバンドが自分たちの曲を持ってきたから仕事がなくなっちゃったの、ね、そうだと思う。インタビューした時さ、彼があのマスオショーのスタジオなんかで出入りしてて、あれだよね、あのマーティン・ルーサー・キングが撃たれてから、それまでは南部で黒人と白人も一緒になんか仕事して問題なかったのに、急にあの逆差別されちゃって、彼は白人だから黒人が使うスタジオにお前裏口から入るしかできなくなっちゃって、うん、外からその話してた ね、してた、そういうことだから、その瞬間から南部が変わったって彼は言ってた、ね、うん、だからマーティン・ルーサー・キングが暗殺されたのと同時に本当に南部がそうもう全然違う世界になっちゃったって、ね、それまではあのスタックスのスタジオなんかも、うん、あの黒人裏口から入って、で中ではもうみんなで一緒にプール入って一緒に酒飲んでっていうような形だったらしいんだけど、ね、まあ、あれはなんかすごく印象的だよ ね、 そうね、あの時は ね、 驚いたもんね、すごい寂しそうな顔してたもんね。そう、うん、まあそんなわけで、じゃあ1曲目の Nobody's Fool いきましょうか。 Nobody's FoolThis heart has never been broken。 まあそういうわけで今日はちょっと突然お邪魔してジョージが絶対書けない、うん、アーティスト特集、やってみましたけど、絶対でめったに書けない、めったにだね、行きましょうこれで。でもなんでね、これ日本でこんなに、こんな人知れない、ね、アーティストが、やっぱね俺あれだと思うんだよね、みんなあのアメリカのポップミュージックを要するにネタを探してたんだと思うんだよね、うんうんうん、だからミュージシャンにやっぱりなりたい人たちっていうのは普通にラジコが鳴る曲を聴いててもやっぱり勉強にならないからさ、うんうん、そういうやつらが当時の渋谷とかには多かったんじゃないかなっていうのが僕の意見です。だから、まあ、日本でなんでこの名盤ブームっていうか、なんで名盤名盤ってこう全然ジョージなんか名盤とヘドも思わない、うん、そんな音楽が名盤扱いされたかっていうと、やっぱりミュージシャンたちがもう本当にその誰も聞いたことのないサウンドを探してたっていうのが、それをまあそのやっぱり証拠にね、やっぱこの後に日本のミュージシャンというのはどんどん成長していくわけです。その時代だもんね、ちょうど、うん、そうだから、まあハッピーエンドの一派とか、まあ、そこからキャラメルママ、ティンパンアレイといったようなチームが現れたとか、あとね村上ポンタさんとか、ああいうすごいセッションミュージシャンがいろいろ生まれてきたっていうのは、そこであのこういう人知れずあの聞かれていたレコードをみんな聞いたっていうのが欲しいんじゃないかな、うん、みんなあのアメリカだったらポップソングとして聞いてて、ボーカルを聞いてんだけど、日本はそのバックのミュージシャンがどういうことやってるのを見てたから、そういうところでだって歌詞なんて分かんないもん、全部輸入版だし、そうだね、そう、まあ、英語が達者であればね、うん、で歌詞カードもついてないからね、これついてない、ついてない、アメリカのレコード歌詞カードないからね、ないから、だからまあそんな感じですかね。今日は勝手に連動企画、トシザオスコレクションパート1。 We're gonna have part 2 coming up soon。 登録お願いします。 Here we go。